どうもプロボウラーの加藤です。いつもありがとうございます。やってまいりました、大好評ピタカトのお時間です。皆様からのリクエストがこちらの箱の中に入っております。それでは今回も1枚引かせていただきます。はい、こちらの方です。出ました、はんなりしんさん213品です。はい、213品のリクエストをいただきましたので、今回は213品ぴったりにしたいと思います。1回目ぴったり成功、2回目3回目は一品に泣き失敗しております。今回成功しないとやばいです。はい、何としてでも成功させたいと思っていますので、皆様最後までご視聴よろしくお願いいたします。さあ行きます。213品ですね。どっかでストライクをつなげないと210いかないですからね。最低ターキーダボ2回です。さあ行きます。ちょっと不安からかバランスが崩れてしまいましたが、厚めのストライク、よし気合入れていきましょう。とりあえず先にターキー出したいと思います。追い込まれると嫌なので、ターキーを出してカウントを下げていきましょう。さあ2フレーム目いきます。やばい、緊張しすぎております。2連続バランスがひどい、すいません。3回目はきっちり投げます。まあきっちり投げるとタップっていうことが多々ありますが、今回はきっちり投げてストライクにします。いきます。さあ来い。はい、厚めの4番ピンでした。まあまたどこかでうまくダボりましょう。とりあえずスペアでいきます。OK、 レーンコンディションはですね45フィートです。はい、外にちょっとオイルがあるので難しいです。でもそんなのは言い訳になってしまいますからね。しっかり今回のお題213品を目指して投球いたします。さあストライク狙いますよ。さあ来い。ちょっと薄い、今4番ピンで、あ、さっきの投球が厚めで4番ピンだったので少し寄ったんですが、そうするとちょっと薄いですね。難しいな。とりあえずスペア。OK、 よし OK、 カウントが8でもですね、まだ200点にはなってますが210点台には持っていけてないのでダボが必要です。いきます。さっきの薄めのセブンピンをどうアジャストする。これでどうだ。よし、気持ちスピード落としてみました。はい、 OK、 もう一発必要ですね。はい、次重なれば210点台にはいきます。はい、
ルールは同じですよ。1投目でわざとガターは禁止。スペアをミスするのも禁止です。まあ、スプリットの場合は仕方ないと思うんですが、はい、シングルピンのミスは厳禁ですね。さあ、ダボります。あ、ちょっと出ちゃった。大丈夫大丈夫大丈夫。セーフ。助けられた。オッケー。さあ、これで210来ました。あとは8本のカウントを下げていくです。でも7、6、5、4、3、2、1、ずっと9本スペアではいきません。どっかでまたストライクと交互にいかないと危ないです。これは薄めを狙って9本カウントにします。また7ピン残します。本当に？いや、残します。さあ、7ピン残れ。危ない。まあ、結果的に5番ピン薄めすぎて5番ピン残りました。ラッキーです。これで7本、5フレのカウントが117。はい、次はストライク取らないとダメですね。とりあえずスペア。やばい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 と、とりあえず行ってみました。はい。でも思ったよりちょっと外出たので危ないかなと思いました。よし。はい、次はストライク狙います。まあ、ストライク狙いで9本でもいいかなっていうような気持ちで投げます。ちょっと薄め危ないな。佐藤だ。 OK、 ストライク。よし、これでカウントキープ。6フレも137。あ、違った。あ、いいんだ。7フレが157。はい、7。そうか、ここはもうダボれないですよ。4ピンオーバーしてますからね。とりあえずここはノーヘッドで。ダボらないようにいたします。 OK。 でも8番ピンいますね。これ油断するとスペア取れないです。4本置いてことは8本スペア、8本、7本スペア、9本、6本スペア、ストライクですね。そのためにもここはスペア取ります。緊張してきた。オッケー。よーし。まあ、切りよくですね。切りがいいのか分かんないですけど、8本スペア8本狙いましょう。はい、ノーヘッドして1番2番残します。はい、まあ、最悪1、2、4でもいいかなと。いや、8本狙います。いきます。1、2残し。やばい。大丈夫大丈夫。1番ピンに当たるかと思いました。危なかった。とりあえずカウントが3になりましたので、ここでスペア拾って最後ストライクで213ピンです。また最後ストライク狙うのか。スペア取ります。相当ドキドキしてます。来い。危ない。思いのほか曲がらなかった。さあ、
またやってきました。確か前回ストライクで最後9本で失敗しました。今回これは成功させたいです。ストライク今まで5回出てますからね。はい、集中して成功させます。これがストライク出れば213ピンです。皆様いきます。確率を 50% に戻します。いきます。先にガッツポーズしてきました。これがストライクでチャレンジ成功です。今回こそは必ず。マジでやっちゃいました。思いが強く入ってだいぶ球が曲がって8本カウント211ピンでした。ということで今回もですね、はんなりしんさんのリクエスト213ピンには届きませんでした。はい、これで確率が25% になってしまいました。もうこの企画をこの後続けていくかどうしようか迷っております。ですがめげずに近いところまでは来てますので、まだリクエストたくさん入っておりますのでやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。内容が面白ければ高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。